続いてはスタジオからお伝えしていきます。誹謗中傷に関するニュースなんですが、こちら、誹謗中傷の意識調査をジョブ総研が行ったところ、誹謗中傷についてとても気をつけている、気をつけている、どちらかといえば気をつけていると答えた気をつけている派が 76.5% と過半数を超えました。一方で SNS で誹謗中傷になる行動をした経験について聞いたところ、したと思う派が 40.6% いて、背景には憂さ晴らしや匿名性による罪悪感の希薄さなどがあるようです。また仕事のストレスが関係していたと答えた人は合計で 52.4% いたというデータもあります。誹謗中傷をこのようにしないように気をつけている人かなり多い中で、したと思う派も多いんですね、木村さん。そうですね、それがそのしたと、これが誹謗中傷だって思いながらやってる方と、まあ、思ったらやってたみたいな、振り返ったらやってた、はい、ことが大きくなってから自分ももしかしたらその中に入っていたかもしれないと思った方もかなり多いのではないかなと思います。仕事のストレスなどがやっぱりこう、この SNS に向いてしまう、憂さ晴らしになってしまうというのは、まあ想像できますけど、はい、このデータで見るとやっぱその通りですね。そうですね、この誹謗中傷される方、タイプとしては大きく2つに分けられる、する方の、はい、分かれていて、まず1つ目のパターンが今おっしゃっていたような、まあ、仕事だったりとか日頃のストレスっていうところをなかなか吐き出す場所がないと、上司にもなかなか言えないし直接言うことはできない、でまたリモートなどの、直接会うタイミングっていうのが少なくなると、もっとそれを言う可能タイミングが少なくなるわけですよね、はい、で心理的安全性って言われるような、その何でも言える環境っていうところが会社にあるっていうところもあれば、やっぱりなかなか難しいっていうところもあったりするので、そういう方が直接は言えない、でもストレスを感じていてなかなかどっかに吐き出したいっていう時に、 SNS ってあくまで一方的にいろんなところを言える、特にしがらみもなく言えるので、でそこに上司というよりはイライラをぶつけるというところで、別に対上司に思っていることではなくても、とにかくイライラしているところにパッと、誹謗中傷をするというのがまず一つの、仕事の憂さ晴らし、はい、でもう一つとしては正義中毒という言葉、昨年一昨年ぐらいかなから流行りましたが、はい、その結局自分がなかなか自己を肯定できないとか褒められないといった時に、この SNS というところで正義という、まあ、正しいと自分が思っていることを振りかざすと、でその時にいやそうだよねっていうふうに同調して、君正しいよっていうふうに言われると、あ、私って正しいことをしてるんだっていうふうに、ちょっと誹謗中傷がチェンジしてしまって、あたかも自分が正しいことをやっていて人を傷つけてるというよりは、自分がしっかりと正しい道に導いてあげてるんだというふうに感じてしまう。なので、自己の自分自身をみんな承認したいという承認欲求はあるので、それを SNS を通じて、特に、匿名性なので、はい、責任も分散されますし、そういったところで自分の意見を振りかざすという2パターンの方に分かれます。そして実際にこのメンタルアドバイザーですとか、お仕事される中で直接こう対峙したことはありますか、はい、誹謗中傷をしてしまうんだという人に。そうですね、なかなか誹謗中傷をしてしまうから私どうしようということはないですが、話を聞いていると、これ明らかに正義中毒としてやってるなという方は今まで聞いたことがあります、うん、話をしていて、最近 SNS こういうことあったじゃないですか、なので私注意したんですよね、やっぱりこれはやっちゃいけないと思うので、でこういうことって結構あるので、そういう人に私注意していこうと思います、これからもっていう、ちょっとよく言えばその人が抑うつ気分の時とか自分に自信がない時に、まあ、気分が上がることだったり行動力っていうところを持ったっていうところはいいところなんですけれども、ちょっと間違えてしまうと、そういった正義中毒で人を傷つけてるっていうことに目が向かないというところに至ってしまう。どうしたらいいんですかね、本当に正義でやっている方、正義だと思ってやっている方を止めるのと、はい、まあ、あとカーッとなった時に立ち止まってもらう方法ですよね、はい、これ非常に難しいと思うんですが、はい、非常に難しいと思います。まず正義中毒になっている方っていうのは自分が正義だと本当に思っているので、誹謗中傷しているという概念になってないわけですよね。そこを止めるっていうのはかなり難しいので、まあ、周りの方が
それを言って傷つく存在がいるよねっていうことをまず教えてあげるっていうのは一つです、はい、であとはこれをしたところで正直解決にはつながらないわけですよね。リアルの場の、はいはい、その例えば先ほどの仕事でイライラしたことをぶつけてしまいましたっていうパターンって、例えば上司にイライラしてます、ただそれをイライラを SNS にぶつけたからといって本当の本人の上司は全くそれを知らないわけで何の解決にもならない、なので結局その人が誹謗中傷した相手が傷ついてその負の連鎖だけが終わってしまう、なのでそういう方に関してはまずはその身の回りに言わないと何も解決しないんだよということは頭で理解していただきたいことと、あとはただ誰かに話したいって絶対あると思うんですね。人にですよね、はい、で誰かに話すことでやっぱり心のリラックス効果っていうのはあるので、やっぱり周りの身の回りのちゃんと話を聞いてくれる友達だったりとか家族だったりとか、またなかなか話せないという方に関してはカウンセリングとかそういうものもありますの で、うん、で今はカウンセリングもオンラインとかそういうのもありますので、本当カウンセリングって気分が落ち込んだからもう抑うつ気分になったからというわけではなくて、頭の整理としてそういったタイミングで使っていただければ嬉しいです。こう損害賠償請求されてから気づいたでは遅いですからね。遅いです。ただ、はい、誹謗中傷なくすのも難しいのではないのでしょうか。こんなデータもありました。誹謗中傷の制御が匿名では困難かという質問についてはで困難だと思う派が 75.3% となりました。私も多分難しいんじゃないのかなとは思うんですが、木村さんどう考えになりますか。私もはっきり難しいと思っています。やっぱり SNS いいところとしては自由に誰でも発言できるっていうのは決して悪いことだけではないわけですよね。いろんな意見を見ることができるので、なのでじゃあもうこの誹謗中傷をやめるとなると、まあ、発言の自由だったりとかそういうのも全て失いますし、もう SNS 自体を正直やめないとこの誹謗中傷はなくならないです。ただやっぱり自分で自分の身を守るということはすごく大切なことなので、もう正直見ないということがそれすごく大事な点ですね、はい、受けてしまう側、受けてしまった場合はどうしたらいいですか、はい、改めてまずはその見ないというところ、誰でもが傷つくので、傷つくのはまず当たり前、はい、なのでまず見ない、それでもう見てしまって傷ついてしまった、そういった場合はそれって本当に匿名で誰かわからない人なんですよね。なのでその時自分の身の回りにまず目を向けて、自分のことをそれでも大切に思ってくれてる人だったりとか、友達でいてくれてる人とか仕事の仲間だったりとか、そういう人の自分がちゃんと顔を出して名前を出して意見を言ってくれている人の言葉に耳を傾けること、そしてその人たちに感謝の気持ちを持つということを意識していただきたいです、はい、そしてただいまのスタジオ展開中に画面が揺れました。大変失礼いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。